はい、皆さんこんにちは。今回は心斎橋の引っ掛け橋にある中華料理店エイトに行ってみようかなと思ってます。皆さんそれではよろしくお願いします。え、豪華になってる。豪華前から。はい、まず最初にエレベーターに乗ってそのまま5階へ。扉を開けた瞬間、こんな巨大な像が。おっと、コイもいるんですね。北京ダックもこんな値段、安いですね。ささ、何を食べるか選んでいきましょう。これがメニューになってるわけだ。いらんやろ。久しぶりやな、ゲール。最後食べたのゲールや。な、ゲール。ここ行ったの。そうやんな。今、一回一緒に来たもんな。北京ダック。どこ、ここ、うん、一緒に来たやん。北京ダック食べたいよ。ゲールの来たやん。来てないよ。来たよ。もう1年以上前やん。それやったら覚えてない。それで1年前とか覚えてない。いろいろあるわけですね。まあでもすごいのかな。おお、サソリとかこんなゲテモノ料理もあるんですね。641。はい、注文の際なんですが、スタッフが非常に中国人の方が多いため、日本語がわからない場合、その際番号を言う形になります。まあスタッフによると思うんですけどね。469と469と2100 210。はい、この中華料理店、本当にツッコミどころがあるお店です。すべてをお見せすることができないんですが、ぜひその行ってみて、その目でチェックしてもらいたいなと思います。本当にすごいですこのお店。ぜひぜひ皆さん行って開けてみてください。ぜひぜひ。はい、というわけで今回の撮影終わります。初めての大阪です。皆さんまだちょいちょいね、大阪のなんか面白いスポット徐々に上げていきたいなと思ってます。皆さんよろしく。ご視聴ありがとうございました。それではまた。